ジョセフ・ジェンキンス・ロバーツは、リベリア共和国の政治家、同国大統領を2期務めた。リベリア建国の父としてその歴史に名を刻んでいる。1809年3月15日、アメリカ・バージニア州のノーフォークで生まれた。彼の父親は、ウェールズ期限の農園主であると言われている。彼の母アメリアはムラートで、農園主の妾だった。アメリアは、彼女の子供たちのすべてに、 彼らの実の父親を示唆する、ジェンキンスというミドルネームを与えている。農園主はアメリアが、まだ若いうちに彼女と彼女の子供たちを解放し、アメリアは、ジェームズ・ロバーツと結婚した。ロバーツは、彼女の子供に、自分の性を与え、また、自分自身の子供のように育て上げた。ロバーツは、ジェームズ側でボート遊びビジネス用の船を所有しており、 死ぬまでに当時のアフリカ系アメリカ人としてはかなりの資産を得ていた。なおジョセフ・ロバーツと彼の兄弟はヨーロッパ人の血を8分の7引いていると推定されており、リベリアの歴史家、アバヨミ・カーン側1926年に彼は本当の黒人ではなかった。彼は8分の1だったため白人男性として通ったかもしれないと指摘している。1829年。 20歳の時に母が住んでいるリベリアに移住し、すぐに貿易業者として繁盛し、また政治にも関わっていった。リベリア連邦結成後の1838年に副知事に1841年に知事となった。リベリアの政治及び経済を安定させるため、ロバーツと他の入植者たちは、現地の部族との条約や外国からの承認の獲得に明け暮れた。 1847年にリベリアは独立を宣言し、大統領選挙でロバーツは初代大統領に当選した。1849年にはイギリスを訪問し、リベリアを主権国家とする承認と保障を得た。そして1852年にはヨーロッパ外遊の間に他のヨーロッパ列強諸国からの承認も得た。1856年に大統領を退任したが、 大統領経験者として、リベリアの新しい大学のため、そして長引く、財政危機に取り組んだ。1872年から1876年まで、再び大統領に就任した。1876年2月24日に彼は、リベリアの首都であるモンドビアで死去した。ありがとうございます。